皆さんこんにちは。今回は旅行好きにおすすめのプラチナカードを4枚ご紹介していきたいと思います。プラチナカードはゴールドカードの上位カードとなっているので年会費が高くなっておりますが、カードによっては年会費の安いお得なプラチナカードもありますし、それぞれのカードによって特徴が異なりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。このチャンネルではホテルや旅をお得に楽しむをテーマに情報発信をしております。クレジットカードについても定期的に解説しておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。では本題に参ります。旅行好きにおすすめのプラチナカード1枚目はアメリカンエキスプレスプラチナカードです。このカードは年会費が税込み16万5000円で、家族カードは4枚まで無料で発行することができます。ポイントプログラムは通常利用時100円につき1ポイントで、現在は公式での入会特典が入会後4ヶ月以内に200万円利用で12万ポイントを獲得できる入会キャンペーンを行っております。このカードの特徴は、本会員にはメタル製のプラチナカードとセカンドカードとしてプラスチック製のプラチナカードの2枚が発行される点で、利用用途やシーンによって使い分けることができます。ちなみに家族カードは全てプラスチック製のカードとなります。カードの特典としては、さまざまなホテルの上級会員資格が付与される点で、マリオットボンボイはゴールドエリート、ヒルトンオーナーズはゴールド会員、プリンスホテルはプラチナメンバー、ラディソンホテルはプレミアムステータスが付与されます。しかもプリンス以外のヒルトン、マリオット、ラディソンは家族カード会員も本会員と同様のホテルステータスが付与されるので、家族カード会員だけで宿泊する際もホテルの上級会員特典を受けられるのは大変嬉しいサービスだと思います。またこれらのホテルの上級会員になるには年に何十泊もの宿泊が必要になるので、同時にこれだけのホテルの上級会員資格を得ることができるのは、旅行やホテル好きにとっては大変価値があると思います。次にご紹介する特典はファインホテル&リゾートといって、アメックスが厳選したホテルにプラチナ会員の特別料金で宿泊ができる優待プログラムで、当日の空室状況によりますが12時からチェックインをしてもらえたり、客室の無償アップグレード、滞在中の2名分の朝食無料サービス、チェックアウトの16時までの確約など、多くの特典のついたホテル予約サービスとなります。また100ドル分のホテルクレジットも付帯するので、円安の現在では約1万6000円分のホテル内のレストランやスパで利用できるのは本当にお得だと感じました。続いての特典はフリーステイギフトといって、カードを継続更新することで国内対象ホテルに1泊2日分の無料宿泊がもらえる特典となっており、対象ホテルはヒルトン、マリオット、プリンスホテルのほかにオークラ、日光ホテル、ハイアット、ニューオータニ、ロイヤルパークホテルなどから選ぶことができます。残念な点としては、ヒルトンであればコンラットは選択できませんし、マリオットはリッツカールトンやエディション、JW マリオットなどの最上級ホテルを選択できないのは少し残念な気がしましたが、年会費が16万5000円ということを考えると仕方がないのかもしれません。またカードの継続特典としてトラベルクレジットが付与される特典もあり、カード継続後の年会費支払いから約2ヶ月後にアメックスのトラベルオンラインで利用できる2万円分の割引券をもらうことができます。注意点としては、利用できるのはアメックストラベルオンラインで4万円以上のホテルを予約する際にのみ利用できる割引券となっておりますので、ご注意ください。続いての特典は手荷物無料宅配サービスといって、海外旅行出発時に自宅から空港、帰国時に空港から自宅までスーツケースやゴルフバッグを毎回2個まで無料で配送してもらえるサービスで、家族カード会員も同様の特典を受けられるので、海外旅行時には大変助かるサービスだと思います。その他の特典としては、センチュリオンラウンジが利用できる特典があり、このラウンジはその名の通りアメックスの最上位カードであるセンチュリオンの名前がついており、空港ラウンジの中でもよりラグジュアリーな設定となっております。現在はアメリカの主要空港や香港、オーストラリア、インド、イギリス、スウェーデンなどの空港28カ所に設置されていますし、2025年には羽田空港第3ターミナルの国際線出国手続き後エリアに683平米、122席のセンチュリオンラウンジが開設されることになりましたので、今後は日本でも利用することが可能になります。またプライオリティパスは最上位のプレステージが付帯しますし、家族カード会員もプレステージ資格が付与されます。アメックスプラチナカードの大きなメリットとして、このプライオリティパス利用時に
通常は同伴者は有料となることが多いのですが、同伴者1名は無料となりますし、家族カード会員の同伴者も1名無料で入室できるので、例えば家族カードを4枚発行している場合、本会員と合わせて合計10名までプライオリティパスのラウンジを無料で利用することが可能になります。これは高校生以下のお子さんには通常はプライオリティパスを発行できないので、家族で海外旅行に行くご家族には嬉しいポイントだと思います。なお、アメックス発行のプライオリティパスではレストラン特典は利用できませんのでお気をつけください。旅行保険は海外旅行は基本的に自動付帯となっており、障害死亡・後遺障害が自動付帯分5000万円、利用付帯分5000万円の最高合計1億円、障害疾病治療費用最高1000万円、賠償責任最高5000万円、経口品損害1旅行につき最高100万円、救援者費用最高1000万円が保証されます。国内旅行は利用付帯となっており、障害死亡・後遺障害最高1億円、入院保険金日額5000円、手術保険金最高20万円、通院保険金日額3000円となっております。海外旅行保険の中でも一番現実的に起こりうる障害疾病治療費用保険金が自動で1000万円付帯しているのはこのカードの大きなメリットではないでしょうか。旅行好きにおすすめのプラチナカード2枚目はラグジュアリーカードのマスターカードチタニウムカードです。年会費は税込み5万5000円とラグジュアリーカードの中では一番リーズナブルですが、年会費が11万円のブラックカード、22万円のゴールドカードと比較しても特典内容は必要十分だと感じたので、今回はおすすめプラチナカードの1枚としてご紹介させていただきます。なお、家族カードは1枚税込み1万6500円となっております。ポイント還元は 1% なので、年間550万円以上利用する方は通常利用だけでも年会費以上の価値を出すことができます。このカードの特徴はかっこいい金属製の剣面となっており、表面はステンレス、裏面はカーボン素材を使っているので存在感と耐久性に優れております。特典としては交換手数料無料で JAL、ANA、ハワイアン航空、ユナイテッド航空のマイルに100円ごとに実質 0.6 マイルに交換ができる点で、他のカードではマイルへの交換上限がある場合もありますが、このカードの場合は交換上限なしでマイルに交換できるのは嬉しいポイントとなっております。例えば月に50万円利用した場合、年間3万6000マイルと交換ができるので、これだけでも東京沖縄間を2往復できるだけのマイルとなります。ちなみに5077万ポイントを貯めればロールスロイスのブラックバッジという超高級車と交換することもできます。続いての特典はラグジュアリーホテル優待といって、インターコンチネンタル、リッツカールトン、アマン、グランドハイアット、コンラッド、マンダリンオリエンタルといった国内外の高級ホテルで宿泊した際に1滞在あたり7万円相当の特典を利用できるもので、例えばラグジュアリーカード限定価格や優先予約ができたり、部屋のアップグレード、滞在中の2名までの朝食無料、アーリーチェックイン、レイトチェックアウト、施設内で使えるクレジットの付与など多くの特典を得ることができますし、すでにホテルの上級会員の方であればその特典も併用が可能になる場合もあるので、ホテル好きには嬉しい特典となっております。またホテルブランドのステータスマッチといって、東急ホテルズの会員ステータスであるコンフォートメンバーズの上位ステータスに招待してもらえたり、プリファードホテルズ&リゾーツや MSC クルーズの上級ステータスを獲得できたり、ホテラックスのエリートプラス会員資格が12ヶ月間利用することができる特典もあります。プライオリティパスは最上位のプレステージを無料で発行することができますし、ラグジュアリーカードの場合はレストラン特典も利用することができます。さらにハワイアン航空のエリート会員ステータスを獲得することができたり、国際線利用の際、出国時に自宅から空港まで、帰国時に空港から自宅まで手荷物を3個まで無料で配送してもらえる国際線手荷物無料宅配特典もあります。旅行保険は海外旅行は自動付帯となっており、障害死亡・後遺障害が最高1億2000万円、障害疾病治療費用200万円、賠償責任最高1億円、経口品損害1旅行につき最高100万円、救援者費用500万円が保証されます。国内旅行は利用負債となっており、障害死亡・後遺障害最高1億円、入院保険金日額5000円、手術保険金最高20万円、通院保険金日額3000円となっております。旅行好きにおすすめのプラチナカード3枚目はセゾンプラチナアメリカンエキスプレスカードです。年会費は税込み2万2000円で、
家族カードは1枚税込み3300円で発行することができます。ポイントプログラムは国内利用時は1000円につき永久不滅ポイントが 1.5 ポイント付与、海外利用時は1000円につき永久不滅ポイントが2ポイント付与されます。ちなみに永久不滅ポイントは1ポイントにつき最大5円相当となります。さらに JAL マイルを貯めている方にとって嬉しいポイントとして、税込み5500円のサービス年会費が別途かかりますが、セゾンマイルクラブに入会することで通常のカード利用1000円につき10マイルが自動的に貯まるという特典もあり、この場合は永久不滅ポイントは2000円につき1ポイントが貯まるので、マイルとポイントを同時に貯めることが可能になります。例えば40万円利用した場合、 JAL マイルが4000マイル、永久不滅ポイントが200ポイント貯まるので、永久不滅ポイント200ポイントを JAL マイル500マイルと交換した場合、 JAL マイル4000マイルと合わせて合計4500マイルを獲得することができます。年に160万円利用する方であれば合計1万8000マイルも貯めることが可能になります。さらに世界の富裕層向けに展開するテングループジャパンが提供するセゾンプレミアムコンシェルジュをプラチナ会員限定で利用することができ、レストランの予約や旅行プランの相談まで24時間365日いつでも専任のスタッフが対応してくれる特典もあります。このコンシェルジュサービスは家族カード会員も同様に利用できるのが嬉しいポイントとなっております。その他にも通常入会金が税込み22万円で年会費が税込み19万8000円と高額なセゾンプレミアムセレクションバイクラブコンシェルジュにプラチナ会員限定で無料で利用することができるので、一元さんお断りの老舗料亭や祇園でのお茶や遊び、予約の取りづらいお店の特別リザーブなど、この特典だけでも年会費の何倍もの価値を生み出すことが可能になる特典もあります。また国内外で約240カ所の厳選されたレストランで2名以上で食事をすることで1名分のコース料理を無料で提供してもらえるセゾンプレミアムレストランバイ招待日和を無料で利用することができます。この招待日和は通常年会費が税込みで3万3000円するサービスとなっておりますが、無料で利用できるのは半年間に1回までとなりますのでご注意ください。プライオリティパスは最上位のプレステージが無料でお伝えするので、世界中のラウンジやレストラン特典を利用することができます。なお家族カード会員はプライオリティパスが付帯しない点は残念なポイントとなっております。旅行保険は海外旅行は利用付帯となっており、障害死亡・後遺障害が最高1億円、障害・疾病治療費用300万円、賠償責任最高5000万円、携行品損害50万円、救援者費用300万円が保証されます。国内旅行は自動付帯となっており、障害死亡・後遺障害最高5000万円、入院保険金日額5000円、手術保険金最高20万円、通院保険金日額3000円となっております。なお、このセゾンプラチナアメリカンエキスプレスカードは、セゾン公式から発行することで1万円相当の2000ポイントを獲得できますが、概要欄の紹介リンクよりカードを発行することで1万2000円分の Amazon ギフトカードがもらえるキャンペーンを実施中なので、こちらの方が2000円分お得に入会できますので、ご興味のある方はぜひご活用ください。紹介リンクを利用しても私には個人情報は一切わかりませんのでご安心ください。旅行好きにおすすめのプラチナカード4枚目は三菱 UFJ カードプラチナアメリカンエキスプレスカードです。年会費は税込み2万2000円で、家族カードは1枚目が無料で、2枚目以降は1枚税込み3300円で発行することができます。家族カードの発行枚数に制限はなく、高校生を除く18歳以上であれば発行することができますし、同居していなくても本会員のご両親やお子様でも家族カードを発行することができます。ポイントプログラムは通常利用時1000円につき1グローバルポイントが貯まりますが、対象店舗などでは条件はありますが最大 19% 還元にすることもできます。ポイント還元率を上げる方法としては、支払い口座を三菱 UFJ 銀行に指定することでプラス 4%、 月々の利用金額によって最大プラス 1.5%、 分割払いにすることでプラス 5% など、さまざまな条件を満たすことで対象店舗であるセブンイレブン、ローソン、松屋、松の屋、ピザハットなどで最大 19% 還元になります。なお1グローバルポイントは最大5円分となっているので、例えば年間300万円利用する方であれば、全てを通常利用だったとしても3000グローバルポイントが貯まるので最大1万5000円分となります。通常利用のポイントだけで年会費の2万2000円以上の価値を出すには年間440万円を利用する必要がありますが、
このカードの特徴はポイント還元率が良いということではなく、様々なカード特典が付帯していることが大きなメリットとなっております。例えば世界中の空港ラウンジやレストラン特典を受けられるプライオリティパスは最上位のプレステージが付帯しており、通常のクレジットカードの場合は本会員のみがプライオリティパスを無料で発行することができるのですが、このカードは家族カード会員でも無料でプライオリティパスを発行することができますし、しかも家族カード会員も最上位のプレステージとなるので、これだけでも現在のレート1ドル161円の場合1枚469ドルするので、円換算すると1枚7万5500円となりますし、家族カードと本会員の2枚の場合は15万1000円の価値を出すことができます。家族カードは発行枚数に制限はないので、例えば家族4名で発行すれば本会員と家族カード1枚は無料、2枚目以降は1枚3300円の年会費がかかるので、本会員の年会費2万2000円とプラス2名分の家族カード年会費6600円を合わせた合計2万8600円で家族4名分のプライオリティパスのプレステージを持つことが可能になります。プライオリティパスは発行元のクレジットカードによって利用できる施設が限定される場合もあり、例えばアメックスのプロパーカードであるアメリカンエキスプレスゴールドプリファードカードやアメリカンエキスプレスプラチナカードの付帯するプライオリティパスの場合、どちらのカードでも空港ラウンジサービスは受けられますが、レストランやスパの特典は対象外となっていますし、ゴールドプリファードカードの場合はラウンジ特典も年に2回まで無料で、3回目以降は有料となるなど制限付きのプライオリティパスとなりますが、この三菱 UFJ カードプラチナアメリカンエキスプレスカードの場合は、国際ブランドはアメリカンエキスプレスですが、カードの発行元がアメックスではなく三菱 UFJ ニコスなので、プライオリティパスについては最上位のプレステージですし、回数制限や利用施設の制限はありませんので安心して利用することができます。またプラチナコンシェルジュサービスといって365日24時間いつでも電話やメールで国内外のレストランやホテル、航空券、海外エンタメのチケットの予約手配などに対応してもらえるサービスとなっており、急な飲み会や出張、旅行などの際に自身の代わりにホテルやレストランを探してくれたり予約をしてもらえるので、忙しい人にとってはこのサービスだけでも年会費以上の価値を感じることができると思います。旅行保険は国内、海外旅行のどちらも基本的に持っているだけで保険の対象となる自動付帯となっているので、旅行の際にこのカードで決済をしていなくても保険の対象となるのは嬉しいポイントだと思います。保険の内容としては、海外旅行時の障害死亡時は自動付帯分が5000万円、利用付帯分が5000万円の合計最高1億円、障害疾病治療費用がそれぞれ最高200万円、賠償責任最高3000万円、経口品損害1旅行につき最高50万円、救援者費用最高200万円となっており、国内旅行時は障害死亡時最高5000万円、入院保険金日額5000円、通院保険金日額2000円がすべて自動で付帯しているので、国内海外問わずこのカードを持っているだけで世界中のどこにいても保証を受けられるのは大変安心ですし、家族カード会員も同様の保証を受けることができます。また国内海外渡航便遅延保証といって、乗り継ぎ遅延費用保険金2万円、出航遅延費用等保険金1万円、手荷物遅延費用保険金1万円、手荷物紛失費用保険金2万円などの保証が自動で付帯していますし、ショッピング保険では購入日から90日以内に破損、盗難、火災等の偶然の事故により損害を被った場合に年間300万円を限度として保証してもらいますし、犯罪被害傷害保険では国内外問わず第三者の故意による加害行為やひき逃げによって怪我などをした際に死亡行為傷害最高1000万円、入院保険金日額7500円、通院保険金日額5000円などの保証を受けることができるので、このような保険だけでもかなり安心感が高まると思います。さらに手荷物空港宅配サービスといって、海外旅行時の出国時及び帰国時に自宅から空港までスーツケースを無料で配送してもらえるサービスがあり、年間の利用回数の制限はありませんし、家族カード会員も同様の特典が付帯するので、4人家族で全員が家族カードを発行していれば出国時に4個まで自宅から空港へ、帰国時に空港から自宅まで4個までスーツケースを無料で配送してもらうことができます。なお2個目以降の荷物も優待料金で配送してもらえるのも嬉しいポイントだと思います。また手ぶらチェックインサービスといって、出国前に自宅で預けた荷物を日本の出発空港で受け取らずに海外の到着空港で受け取ることのできるサービスも付帯しております。
注意点としては、このサービスは出国宅配サービス予約時に手ぶらチェックインサービス利用と申告する必要がありますし、グアム、ハワイを含むアメリカ路線やアメリカ国内を経由する路線、コードシェア便はサービスの対象外となりますのでお気をつけください。さらに、12月1日から3月末までは、海外旅行時に必要のない上着を空港のサービスカウンターで預かってくれるサービスも無料で付帯するので、例えばハワイや温暖な国に渡航する際、自宅から空港まで上着が必要になる場合でも、空港に預けて出国が可能になるので、温暖な国に上着を持っていく必要がなくなるのは大変助かるサービスだと思います。注意点としては、預けられるコートは1枚で最大30日間となりますので、お気をつけください。その他にもプラチナグルメセレクションといって、厳選された国内のレストランで所定のコース料理が2名利用で1名分無料になる特典や、予約が困難な名門ゴルフ場を予約してもらえる名門ゴルフ場予約代行サービスなども付帯しております。こちらのカードも現在新規入会キャンペーンとして、入会から2ヶ月後末日までに10万円を決済し、 MUFG カードアプリにログインをすることで1万5000円分のポイントである3000グローバルポイントを獲得できますし、紹介リンク経由でカードを発行することで、さらに1万円分のポイントである2000グローバルポイントを獲得できるので、2つの入会特典を合わせると、合計2万5000円分のポイントである5000グローバルポイントを獲得できるので、ご興味のある方は概要欄よりお気軽にお問い合わせください。なお、会員紹介経由でカードを発行しても、私には個人情報やカードの発行状況は一切わかりませんので、ご安心ください。この方法を使えば、初年度は年会費が実質無料になりますし、2年目以降は1年間使ってみて継続するか解約するか判断していただければ良いと思いますので、実質無料で発行できるこのタイミングで発行を検討してみてはいかがでしょうか。今回は4枚のカードをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したカードは、年会費が2万2000円から16万5000円までと約8倍もの開きがありますが、実際に8倍の価値を感じられるかは正直使い方次第だと思います。アメックスプラチナカードはセンチュリオンラウンジが利用できたり、ラグジュアリーカードはホテルや航空会社とのマイル交換に優れていますし、セゾンプラチナカードは JAL マイルが貯まります。三菱 UFJ プラチナカードはプライオリティパスが家族カード会員も無料で発行できるなど、それぞれのカードにメリットがあるので、ご自身の使い方や旅行スタイルによって発行するプラチナカードを選んでいただければと思います。今後もクレジットカードについて情報発信をしてまいりますので、ぜひチャンネル登録と、今回の動画が少しでも役に立ったと思われましたら、いいねボタンを押していただきますと、今後の動画作成の励みとなりますので、よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。